100周武道具店の動画。おら声出せ、休むな、自分から打っていけ、もっといけるやろげ、出し切る力を出し切るんじゃ。たく最近の若いもんは休むことばっかり考えて、やれやれ。あれ、切り返し千輪胴紐が縦結びになってるよ。あー恥ずかしい、あーあーあああおおおお、こんにちは、百種ブログでのがです。やってますか。おー、今日は結んだ紐が縦結びになっちゃうっていう話をします。縦結びっていうのは胴紐の後ろの結び方が一番わかりやすいと思うんだけど、本当にね、初心者あるあるなんです。もう絶対これは直していかないといけないところ。正しく結べた紐っていうのはこういう風にね、横向きになります。そして今回お話しする縦結びっていうのは同じように結んでるんだけど、なぜかこういう風に縦になっちゃうの。こっち横になってるでしょ、これ縦になっちゃうの。これが縦結び。何を細かいこと言ってんの。別に縦だったって横だったっていいじゃない、別に結べてるんだから。違うんです、皆さん聞いてください。剣道っていうのはこの紐の結び方をとても大切にしてるんです。そして縦結びがダメな理由っていうのは3つあります。1つ、見た目にかっこ悪い。これはもうね、初心者って一発でわかるんですよ。これから9取ろう段取ろうっていう子が縦結びなんかしてたら絶対ダメ。もうまず見た目にかっこ悪い。2つ目、すぐ外れちゃう。縦結びっていうのは真ん中のくくってあるところがしっかり止まってないんで、すぐにほどけちゃうんですよ。これ別に剣道具だけじゃないですよ。靴の紐なんかも同じ。縦結びになってる子っていうのは走ってる途中で紐が外れちゃいます。3つ目は縁起が悪いなんです。縁起が悪い。例えば人が亡くなった時にこの紐をくくるやり方っていうのは、これを縦結びってやるんです。なんでかっていうと、普段とは違うことだから。人が亡くなるっていうのは普段と違うことだから、普段と違う結び方で見送ってあげましょうっていうので縦結びにするんです。剣道の時にはそんなのやっちゃダメなんです。きちっと結びましょうと。さらに縦結びになって困るとこっていうのは、胴の後ろ一箇所じゃないんですよ。例えば剣道着のここ結ぶとこ、これも縦結びになっちゃダメでしょ。それとか袴、表側、裏側、内側、縦結びになっちゃダメでしょ。それから綿紐の後ろも縦結びになっちゃダメでしょ。そしてさっきの胴紐の後ろ、こんなとこまで全部なんですよ。だから全部が緩んじゃったら困るでしょ。ポイントは、紐の流れに逆らわないってことなんです。最初こう、紐を絡めると、こうなるでしょ？片方上行った、片方下行った。下に行った紐で輪っかを作ります。下に行った紐で輪っかを作る。そして、反対側の紐は上に行ってるんだから、上から回してやると、正しく結べるんです。上に行ってる紐を、下から回すと縦結びになるってことですね。わかりやすいように、青と白の紐でいきます。最初紐を絡めたら、片方が上、片方が下になります。青が上、白が下になってます。その時、下側の紐で輪っかを作り、上の紐は上から回します。そうすると正しく結べます。縦結びになる人っていうのはこういう風になっています。最初紐を絡めたら、同じように片方が上、片方が下。下の紐で輪っかを作るんですけど、上の紐を下から回しちゃうと縦結びになってしまいます。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできるよ。まだ当店の無料カタログを見たことがない人、防具を買う買わないなんて小さいことは関係ないです。ぜひご請求ください。新聞紙サイズのポスターみたいで見てるだけでも楽しいですよ。説明欄にリンク貼っておきます。